何が起きた？ここはどこだ？あれ？雪に入れて立ち塞がんなら切る。ずり回っているのか。クルフェース。
大将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカが、ぶっ殺されっぞ。この調子でぶった切っていいか。俺も負けてらんないな。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。無様な戦はできぬぞ。Come on.
残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。負けたわけではない。中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。まずいぞって、あの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。
まま終われるか。腰抜けどもが銀玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には銀貨10枚いや7枚だぞ。後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。くそ、いい気になりよって。すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。待たれよ貴公の腕前。誠に感服の至り。このバズーソー、